キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、崖っぷち選手、はい、埼玉西武ライオンズです、はい、は唯一、うん、キャンプに行けてないっていう。そうですね。なんで1日からやってくれへんのやろな。あれなんでだったんでしょうね、うん、1週間ぐらい遅れてねえ、うん、いやなんかまあちょこっとネットニュースで見たのは、はい、なんか1月31日がバタバタするからみたいな、うん、でもね、もし2月5日からでも2月4日がバタバタするから一緒じゃんね、はい、って俺は思うんだけど、うんうん、どういうことなんでしょうね。知らん、うん、ねえ、はい、まあ、っていうところでね、はい、西武の崖っぷち選手、うん、ね、はい、なかなかやっぱ外国人選手が良さそうだね。おー、ヤンとかもそうだけど ね、はい、うん、あとルーキーも頑張ってるしね、うん、その中で、はい、崖っぷち選手、はい、誰だろう、こちらの選手です、渡辺裕太郎。おー、確かに、そろそろね、うん、そろそろもう今年で6年目、うん、まあ高卒だけどね、うん、そろそろ、いやもうあの来る来る来るって言われて、くるくる詐欺だから本当まだなんみたいな、うん、まあ、途中ね2年目とか怪我もあったりしながら、はい、うん、ね、そうですね、っていうところで、うん、まあ、昨年は2試合投げて防御率 0.28、うん、ね、1勝0敗、うん、もう来るでしょと、はい、くるくる詐欺やめてくださいよと、うん、そうですね、うん、でも先発が、はい、そうが熱い、うん、ね、そろそろだ3年目ぐらいで1回こう、うん、おって感じだったんですよね、うんうんうん、4勝ぐらいしてて、うん、ファンの期待値もめちゃくちゃ高いんですけど、けどしないといいピッチャーがいっぱい入ってきてるからね、うん、そう、投手王国ですからね、負けちゃいますよっていうね、うん、ところではもうそろそろ頑張らないといけないんちゃうかっていうね、はい、そうですね、うん、で続いてですね、はい、こちらです、はい、増田達志。おー、もうベテランですもんね、うん、まあ、昨年も40試合投げてね、はい、まあ、防御率 5.45、うん、10ホールドポイントの19セーブ、うん、っていうところで、はい、今年36歳になりますけども、はい、ここ頑張りどころだね、うん、これはそうですね、正直、うん、まあ、リリーフにね、甲斐野も入っていた、甲斐野が一番ライバルやるな、はい、で今年は豆だね、はい、リリーフ、ね、っていうところも良さそうだしね、うん、まあ、守護神が誰になるのか問題もあるけども、うん、ヤンも良さそうだしね、そうですね、うん、しかもこのアブレイヨもね、うん、いるし、はい、こう踏ん張りどころだね、うん、いつもオープン戦の見栄えがいつも悪いからね、うん、130キロぐらいだから、はい、あれみたいな、でもまあシーズン入ったらちゃんと投げてるんだよ、うんうん、ベテランならではのこうシーズンに合わせてのそうそう心配になる見てて、はい、まっすぐ遅みたいな感じになるけども、はい、でもまだ若いのが出てきてるからね、うん、この守護神っていうところで言うと、まあ、ここまでセーブは194セーブ、あと6で200セーブ、でもホールドも137あるからね、はい、ホールドポイントか、ね、確かに本当抑え誰がやるんでしょうね、うん、だからそこがね、甲斐野なのか、はい、ね、豆田なのか、アブレイユなのか、うん、ね、増田なのか、うん、っていうところはねあるけども、はい、まあ、ちょっとこう崖っぷちじゃない、勝負じゃない、そうですね、こう負けちゃうとね、もうポジションなくなっちゃうから、抑えの崖っぷちですか、もうそれは。でも抑えで負けちゃうと、はい、リリーフも、うん、結構いますからねっていう、そうなんですよね、うん、うん、だからそこで踏ん張らないと、うん、ね、で一軍の居場所もなくなっちゃうから、あ、そうですね、うん、そこ踏ん張れるかどうかも含めて、うん、はい、まあ、勝負なんちゃうかなっていう、今年ね、うん、非常に大事な、そうですね、うんうんうん、っていうところはね、はい、あると思うんだよね、うん、で続いて、はい、野手、うん、まず最初こちらです、はい、古賀優と、あ、まあ、キャッチャーで、うんうん、これも、はい、もう、うん、多くの人が、はい、ね、うん、まあ、今年3年目になるけども、多くの人がもうキャッチャー古賀じゃなみたいな、うんうん、になってますけども、はい、けども、けども掴めますかね、崖っぷちって、あー、正捕手が系ですか、うん、で、うん、隅田に帰ってきましたねはい、そこで出場試合数減りませんかねみたいな、いや、もう減りますよね、あと次、あとだからもう打つかどうかだけだと思うね、うんうん、結局ね、はい、まあ、去年もね、うん、2割1分8厘だからね、うん、まあ、守備はねいいところを見せるけども、はい、結局それで勝ってたらね、うん、古賀が打てなくても我慢できるんだけど、はい、勝ててないとね、うん、で隅田に行きましょうかとかになるじゃんね、うん、はい、だからこの古賀がバシッとね、うん、これはもう古賀は本当にもう森が抜けるのを見越して2021年ドラフト3位で取ってきてると思うんで、はい、中央大からね、うん、
でもまだ24歳じゃないですか。なので住谷選手はもう結構なもうベテランになってるんで、だからその結局は住谷と併用みたいな感じになって、はい、いやここが一人じゃ荷が重いなみたいな、はい、だから太田と一緒だよ楽天の。結局太田も出てるけど住谷も結構出るじゃん、はい、いや一人じゃなみたいな感じになるから、それを一人でもいけるなって見せれるかどうかの勝負かけてる、はい、なるほど、はい、うん、正捕手がっちり掴めるかだけです、ね、どうかの崖です、はい、はい、うん、頑張ってほしいな。で続いてこちらです、はい、陽川直政。昨年ね、はい、現役ドラフトで来て、うん、移動してきて、今年2年目になるけども、はい、もっといけると思ったけどね、うん、そのね、2022年が阪神2割9分4厘ね、特に左キラーね、うん、はい、っていうところで活躍して、まあ、外野を守れてっていうね、うん、サードもいけるぞっていうところではチャンスあるかなと思ったけども、うん、西武に来たらね、1軍9試合、1割6分7厘、うん、これ今年頑張んないとね、うん、それこそ今年33歳、はい、ちょっとピンチだね、全体的に出場機会がもうね、うん、もらえるかどうかっていうところになってますもんね、分かんないしね。でしかも今年の西武でいうと、まあ、ファーストはね、うん、外国人がハマるだろうけども、はい、サードはね里立つかも分かんないし、うん、ね、どうなるんやっていうところで、はい、まあ、外野も含めてね、うん、まだポジションのチャンスはあるけども、はい、ハマらなかったら、うん、でしかも大砲系の森田レオンも来てるしね、はい、伊勢のラオウがねでもまだって言ってるんですよね、村田レオン君は。本人が謙虚だから、うん、謙虚、うん、今年じゃないって言ってるんですよね。いやいや今年から行く気で行けよってちょっと思っちゃいますけどねあれやっぱあれかな、うん、令和世代かな、あガツガツしてないっていう、うん、やっぱ昭和だとビッグバックス系でね、うん、行くけども、はい、もういるから、ね、だから陽川もちょっとこれ崖だね、うん、正直野球選手崖だね、うん、確かにそうですね、今年頑張んないと残っていけるかっていう、そうそう、やっぱりその育成、うん、現役ドラフトも、うん、跳ねる人とクビになる人もやっぱ去年1年間でいたからね、はい、うん、同じような数だけね、うん、だからそこら辺のがどこまで頑張れるかっていうところは、はい、勝負になってくるんじゃないのかなっていうね、うん、でも本当外野も誰が出るかっていうのは正直分かんないところですよね。そうだね、うん、あと続いてこちらの選手です、はい、鈴木翔平。うわー来たか。でも休んでる場合ちゃうで。いや本当そうなんですよ、怪我で。怪我なんですよ、うん、はい、そのもうそうなんですよ今西川真奈也めっちゃ頑張ってるからね、はい、結果残してさっきの思い出した笑ってんだよ名前言ってるだけなのに。いやさっきだってこの動画撮る前に、うん、佐藤さんが最近相川金也めっちゃ頑張っとるでって言ってて、相川金也ポンハテナポンポンポンってきて、そんなこと一言も言ってないで先生と相川金也って誰ですかって言ったら、あ違うわって言ってまた違う名前言ってましたもんねいやそんな名誉毀損で訴えますいやいやしかも愛もマナだしもうすっごい適当に言うからね、西川選手頑張ってますよね。ちょっと電話かかってきてるよ、ちょっと出ていい？どうぞ、はい、で、誰でしたっけ。あ、で、鈴木翔平ですよねそう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 、そうだね、はい、まあ、そう鈴木翔平がどうとか言ってるんじゃなくて、はい、頑張ってるからね、うん、でも怪我して休んでるじゃんね、はい、これがね、人の不幸は蜜の味って言ってね、プロ野球選手誰かが休んでたら誰かがハマるとね、はい、でまた今ね、袴さんさっき言ったように外野が決まってるわけじゃないから、うん、決まってないところで、はい、この西川がパシンってハマったら、うん、帰ってきた時にもう場所なくなっちゃうじゃん。いやそうなんですよ、だからこのね、休んでることがピンチだね。ピンチですね、痛いところで怪我しましたよね。おお、まあ仕方ないんだけどね、うん、でそこで蛭間とかね、はい、この西川、うん、あと、まあ、まあ、コルデロは多分 DH になるんちゃうかとは思うけども、うん、まあ、そこに岸とかね、若林とか入ってくるわけじゃん、はい、いやそうなんだ、今まではこうがっちり誰もハマらなかったじゃないですか、うん、誰かが出るみたいな形だったので、うん、やっぱ鈴木翔平選手もまだチャンスが毎日あったんですけど、うんうんうん、これハマられちゃうと本当出るわけなくなるんですよね。だからこのね、まあ、戦えてたらね、はい、いいんだけど、うん、この今で怪我で休んでるっていうところがね、本人も焦るだろうけどね、うん、ちょっとピンチだね。いやもう焦らず早く直して、うん、そう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 、うん、無理しないで早くね、はい、これ難しいんだよ。でも焦っちゃうじゃないですか、多分。でもやっぱね、うん、でもそういったところでは、はい、勝負っていうかね、これがどう外野の情勢がね、うん、変わっていくかっていうところは、はい、まあ崖っぷちだね。そうですね、うん、ちょっと続いて、はい、あまだいる渡辺健人。別件ですか。もうそろそろ見たくない。もうそろ確かにもうそろそろ爆発してほしい、うん、じゃないと、はい、ここも諦められちゃうじゃん、うん、今里達も頑張ってるけどね、はい、サードでね、うん、里流か里
佐藤龍星だもんね。龍星の子だね、うん、佐藤達だけどね、はい、達って言うですからね、うんね、というところでね、うんまあ、そこそこおかわり君がベテランになってきてね、はい、こうハマってきてほしいっていうところもね、うん、あるけどね、はいまあ、どういう頑張りを見せるか。でもここもハマらないからね、うん、結局外国人とか取られてきちゃうわけじゃん、ね、いっぱいね、うん、だから今年が、4年目だからね、はい、ドラフト1位、うん、そろそろ最低でもね、うん、2桁のホームランはね、はい、打ってアピールしていきたいなっていう。そうじゃないとまだどんどん取られるからね、うん、やっぱりこうおかわり君の後継者って意味でも、うん、こうそろそろこう育ってほしいですよね、うん、っていうところがあるね、うんはいまあ、というところがね、はい、西武のね崖っぷち選手でした。はい。